イエーイ。今日はね、てか今日はねっていうかまた同じ服なんだけど、カレーを夜作って今9時半ぐらい、子供たち寝てちょっとロールケーキを作っていこうと思います。急になんでロールケーキなんて思うじゃないですか。結構動画 TikTok や YouTube ショーショーとかで私料理ずっとしてるんですけど、ロールケーキに関してはずっと作りたかったんだけど人生で一回も作ったことなくて、で練習をしていきます。今日はショートで出すために一度ちゃんと練習をして、自分でちゃんと感覚を分かってテキパキ直せるように、テキパキ作業ができるように本番も、そんな感じで夜な夜な練習をしていきます。まだねお風呂も入ってないからさっきと同じ洋服なんだけどねカレーの時と作っていきます。イエイ。うちはもう不器用なんでね、もともと。風呂から上がりました。今10時ぐらいで風呂から上がって、ちょっと洗い物とかいろいろ終わらせてから寝ようと思うんで、1時間ぐらい冷やして40分ぐらいか。旦那にさっきさ恵方巻きって言われたんだけど分量間違えたんだよね、旦那さん生地を。
初めてにしてもいいんじゃないの。なんかの、の逆じゃね。難しかった。絶対美味しいね。お酢混ぜ食べようかな。練習終わりました。次ね、成功するのはさ、うん、この包丁太い方がいいってか、 F も切っといたんだけど、このじゃね、もうちょい巻き方が変なのかな。こんな感じで完成です。夜なんで声小さしております。ただいまの時刻